はい、あるです。おざす。はい。まあ、今日も、まあ、鳥に向かってるんですけど、残念ながら天気は雨です。はい。863買ってからね、休みの日ね、全部雨なんですよね。なんで、先週の休みの日も雨で、モーキンフィールド行って、この間の休み、もう、雨で山瀬に行って、みたいなんで、ちょっとね、非常に申し訳ないんですけどね、全然写真が量産、正直できてなくて、なんで、申し訳ないです。今日もね、一応雨の予報やったんですけど、朝のね、今5時半なんですけど、朝のね、2時間、3時間ぐらいは、どうも雨が、降る間際みたいで、今は実際まあ降ってないんですけど、まあ、それ以降に、まあ、雨が降ってくるという予報なんで、もうそれやったらそれまでの時間行こうと思って、今、あの、近所の公園に、向かってます。はい。ただね、やっぱり、雨の日なんで、あんまり、やっぱり光がなくて、まあ、暗いあの、どよーっとした感じの空にはなってるんですけど、まあ、雨がね、まあ、朝一だけでも降ってないやん、ね、やったら、まあ、行くしかないなと思って。はい。なんで、まあ、ちょっと、今回もね、あんまり写真の枚数的には撮れないかもわからないですし、ねえ、またはたまた、ちょっと、鳥が出てくる前に、雨が、まあ、降ってくるかもしれないんですけど、まあ、なんとかね、その、まあ、1時間でも2時間でもいいんで、粘れたらと思って、特にあの目的の野鳥はまあ決めてはないんですけど、まああの、オールリーがまあ取れたらラッキーかなと。まあ863でね、ぜひこのオールリーを取ってみたいっていう、欲はまだずっと残ってるんで自分の中で。はい。なんで、まあ863と Z50 で今日も、まあやっていこうかなと。はい。この間ね、863と、まあ、Z50 で取り歩いた時も、もういきなり雨が降ってきたんで、はい。もう急遽中止で帰ってきたんで、そんな取り歩いたっていうぐらいまでやってないんで、はい。1時間もらんかったのかな、あの時も。はい。なんで今日はね、雨が降ってくる。まあ暗いですけど、雨が降ってくるちょっとギリギリまで、ちょっと粘って、できるだけ、はい。まあ取って帰りたいなと。ということで、まあ今日も楽しんでいきたいなと思います。はい。それでは、行ってきまーす。はい、到着しました。こんな感じか。さすがに入らへんかな。映ってるかな。こんな感じ。はい。さて、時間がないんで、はい。パパッと撮って、パパッと帰ろうかなと。雨が降ってくる前に。ちょっとやっぱ暗いな。あ、飛んだ。かぶってる。枝がかぶ
はい、ということで、行ってきました。はい。残念ながらね、ちょっとオールリーは、まあ、出てはくれなかったんですけど、キビタキが、まあ、若干出てくれたんで、まあ、ちょっと若かったんですけどね。はい。若い、ちょっとキビタキやと思うんですけど、まあ、それが、まあ、ちょっと出てくれたんで、はい。なんとかそれを、まあ、取って帰ることができました。はい。あと、まあ、赤原とか、青地とか、まあ、その辺も、まあ、ちょろっと出てくれたんで、はい。それも、まあ、シャッター何枚か、切ってると思います。はい。ただ、あんまりね、ちょっと、光がなくて、シャッタースピードがね、なかなかちょっと稼がれへんくてね、そこがちょっと結構難儀したかなっていう感じですかね。はい。まあ、ちょろちょろね、基本的に動き回る、まあ、被写体なんで、ブレがね、ちょっとシビアで、なかなかね、ビタ止まりっていうのが、まあ、難しい中で、はい。で、まあ、ちょっとね、息止めすぎてしんどいぐらい。めっちゃね、こう、ブレへんように、こう、ぐっとこう、息を止めて、まあ、シャッター切るんで、ちょっと息止めすぎたかなって感じですね。はい。なんで、まあ、そんな中でもね、まあ、撮れてると思うんで、何枚かは。はい。それが、まあ、多分、今も出た後やと思うんですけど、はい。まあ、そんな感じでした。はい。まあ、一応ね、863を持って、どれぐらい歩いたかな？5時半からが2時間ちょいぐらいかな？はい。2時間ちょいぐらい、まあ歩いて、まあ取り歩きしてたんですけど、まあね、持ってまあストラップ肩かけて歩く分には全然いいんですけど、こう、ずーっとやっぱりね、手で持ってずーっとこうレンズを上に上げてると、やっぱり、左腕がちょっとパンパンになってくる感じは、まあ、多少あるんですけど、まあそれでもね、800ミリをこう手持ちして、まあ撮ってるっていうのがね、忘れるぐらいの、まあ、感覚は感覚でした。はい。556これ、まあ、ちょっと重いなとか、200、500、そう、200、500を、持って取り歩いてる時の感覚にちょっとやっぱ似てたんで、はい。まあ、一応そんな感じなんで、全然、うわ、もう重たいから帰ろうとかっていう風にはならなかったですね。はい。なんで、まあ、今後もね、取り歩きするときは、まあ、863で、まあ、いけるかなっていう感じは、まあ、あるんですけど、やっぱちょっと暗がりになると、やっぱちょっと、まあ、F6.3 なんで、まあ、言うても5.6が一絞りしか変わらへんから、そんなに大差はないと思うんですけど、はい、まあ、今日の写真はちなみにね、ISO が2000とか3200とかやったかな？はい。一応2000、3200、こう、行ったり来たりでこう、設定しながら、そこに、まあ、固定して、あとはまあ、SS を変えていったりとかしとったんで、はい。まぁ、あ、ちょっとね、一時5000まで上げようかなって一瞬迷ったんですけどね、SS 稼ぐために。まぁ、あ、そんな感じで、まぁ、あ、今日はこの辺で、まぁ終わりたいと思うんですけど、最後に、まぁ、あ、君たち、まぁ、あ、出る前にね、ちょっとうろうろ、まぁ、あ、してたから、鳥はね、その時は出なかったんですけど、餌付けをどうやってくる、おっちゃんとは出会ったんで、はい。ちょっとほんまにね、信じられんかったな、ほんま。そんな餌付け自慢げに言わんでもっていうぐらいの、はい、感じでした。どこでかは知らないですけど。まあ、スーッと僕はフェードアウトしていったんですけど。まあ、一応そんな感じで、まあ今日はこの辺で、まあ終わりたいと思います。はい、それでは、お疲れ様でした。